本日付をもちまして、このアシュフォード学園に復学することになりました、クルルギスザクです。よろしくお願いします。クルルギスザクって、ゼロを捕まえた白き死神が学校に？あれがナイト・オブ・セブンじゃな。でもイレブンは知らんけないって、皇帝陛下直属よ。はい、静かにする。クルルギ教はエリア11配属に伴い、復学することとなった。席はとりあえず、ルルーシュの隣に。はい。スザク、お前は俺の初めての友達だった。でも戦争が僕たちを引き裂いた。第二次太平洋戦争、ブリタニアによる日本制圧。敗戦国日本はブリタニアの植民エリアとなった。故郷に捨てられた俺、故郷を捨てさせられた僕、再会した時は敵と味方。僕は日本人でありながらブリタニアの軍人。俺はゼロ、互いに正体を隠し僕たちは戦った。だがそれは真実の記憶。皇帝陛下が書き換えた記憶は3つ。ナナリーのこと、ゼロに関する記憶、そして俺がブリタニアの王子だったということ。つまり今の俺たちを。久しぶりだな、スザク。懐かしいよ、ルルーシュ。スザクくん久しぶり。出世したよな、スザク。スザクくんが戻ったって？会長、一応授業中ですから。何よルルーシュ、こんな時だけ。失敗だったな、スザク。ルルーシュという名前だけでそばに来た。つまり、俺のことを知っているからこその行動。